んだよ、人をストーカーみてえに。ああ、今から来る？ばあちゃんが来週レンタルするよ、君のこと。でも来なくていい、今日こんなんじゃ。当然、ちょうど飯食おう。お前こういう気分か。まな板の上の恋は、あーやば、余韻がカフェインで溶けねえ。演劇鑑賞の後カフェでコーヒーなんて、なんてオツなひとときなんだ。この舞台がうまくいって演出家さんの目に留まったらって。俺と街中で発砲し、周囲に被害がどれだけ及ぶかは考えたか？車中の人間がかえって危険になるかもという想像は。感情で動くことは美徳とされがちだが、俺に言わせれば理性の働かない猿と一緒だ。自己満足で正義のヒーローを気取っていると必ず痛い目に遭う。覚えておけ。無理やり連れ出されたんだが。トイレは上にしかないだろ。山田さんは一言も持ち込んでいるとは言っていません。今先生はお菓子の袋をゴミ箱に捨てた犯人を探していて、それが山田さんではないかと問いただしている。それに対して山田さんは捨ててないと答えた。老夫ではないことだけは間違いない。ダリ、これはつまり愛人ってやつだろ。なんだ右、今の顔は。見せしめにしてやる。僕らを騙すとどんな目に遭うのかを。まさか本当に一人の歓迎会だった。今度のドラマ、双葉さんがお兄さん役で、イッサさんが弟役をやるそうですね。それなら確かに逆の方がいいですね。そんなとこで胸張られてもな。エリが購入したサイトもすぐ閉鎖されたし。いや、分かってない。海外のサーバーをいくつも経由してるとかそういうんじゃないんだ。全く不明なんだよ。あの動画には IP アドレスもメタデータもない。そこだよ。でもあるってことは、その声は絶対に間違いない。やめろ兄さん。いやだ兄さん。兄さんと歌えないなら僕はもう。兄さん、僕が憎いなら殺して。生きていける気がしない。そりゃ僕はドラゴン族ですよ。でもさ、力これだ。うんうん、僕が生き抜くにはこれしかない。安心で安全な巣を手に入れるんだ。探そう、僕の安住の地を。関西の人にとってとても神聖な存在の新幹線。興味深い。信仰の対象、関東へつながる唯一の方法。つまり潜入収奪するために各人の能力を最大限に活かせ。巻き添えで殺されるなんてまっぴらごめんです。では後で合流しよう。ごめん、いきなりで反応に困っちゃったけど。 お金がないって、それは全然ないってこと？まだこの額なら巻き返せるよ。とりあえずみんなのお給料は。なんで博物館に？それって取り戻したりはできないんですか？実は。そんならカッパ巻き1年分とかもあり。俺の箱じゃないってことはこれクジの。はいはい、よかったけどね。ああ、タスキは安定の既読スルーだし。どうすっかな。何よりニャン太郎がかわいそう。カズキは弟のためにさ。お恥ずかしい話ですが、さっきの隕石に驚いてニューマが逃げてしまいまして。それがニューマにかぶせていたマントの隠しに身分証を入れていたので手元にいないのです。あからさまにトラブルを呼びそうな称号だな。おお、おいしそうだね。いな、正しいね。俺はその殺気を放ったやつの方が正しかったんじゃないかって思う。ああ、そういえばあんた、あの時手を挙げていたよな。猿のところまで連れて歩いて疲れた。おやすみ。あと任せるわ。神谷さん、ずっと体調悪かったんですか？千代田と戦わなければ。神谷さん、でも、今の有栖川さんは。大学。もっとボールをよく見て。これじゃ手も足も出ない。お前もこの学校のみんなも俺の大切な仲間だ。ディザスターが侵入したことを知らせなきゃ大変なことに。行くんだ、早くみんなに知らせて避難を。驚いたよ、まさか君がブレイド。恥ずかしい話、この年になるまで告られたことなくて、すげえ嬉しいんだけど。
き。え、社長、僕ソロは無理だって言ってるじゃないですか。あ、用事は僕が聞いておくから。その代わりユウくん、さっきどんだけアイドルに興味ないの。ってユウくんがこういう話するの珍しいよね。なんで朝日ちゃんの話を。ごちそうさまでした。飲み物買って外の空気吸ってこようかな。ボタンを押せなくても回答権は全員にあるのか。ならできるかも。いや、今日はもうヘトヘトで。それに僕が思ってた、普通に考えればあそこで答えちゃいけ。おーい、それが15年ともに育ったものへ浴びせる言葉か。イケメン勝負だ、ユノ。そんでこのクソボロの教会をきれいに立て直します。見くびるなよ運命め。やってやるよ。何してんだこの盗人め。青い、俺別にやれなんて言ってねえよ。俺はただ俺たちの親がガキの時には女子のスカートをめくるやつは男子のヒーローになれたって言っただけ。お前一生スカート履いてくんなよ。俺だってずっと思ってたんだ、蛍。でも戦争が終わってあの最後の答えを手に入れるまでは自分とどう向き合ったらいいかわからないんだ。ましてや蛍のこととなるとなおさらね。僕は知らなかったけど、そんなにすごい子なんですね。あ、でも新入生をいきなりこんな上級生ばかりのところに呼ぶと緊張させてしまうかも。善は急げと言いますし、今から僕が伝えてきますよ。だからファントムハイブ君、明日スワンガゼボ。天才だよ、ロイドなら大賢者だって夢じゃない。必ず将来僕の力になってくれる。ただ今頃はもう全ての的を完全に射抜いてるかも。姉さんは誰かに操られている可能性がある。まずはそのオーバーソウルを解除してください。さもなくば僕が強制的に排除します。花君は一体何者なんですか。姉さんに飛ばされた鬼の破片が。そんな、じゃあ花君は。まだ何かあるのか、この都市には。必ずフロストノバが駆けつけてくれる。俺のこのアーツがお前たちを必ず守る。この影響から、黒装束の奴らから、必ずお前に笑って生きてほしい。おっしゃる通りだよ。だけど現に僕は大人の都合で退学になっちゃうんだ。君が羨ましいよダミアン君。家柄に恵まれ人気もあって、そりゃステラも取れるよね。僕みたいなゴミとは大違いだよ。学食の最高級キャビア丼。ヘイは地流だから土の魔法が得意だろうな。心配するな、学園には全ての魔法に対応した魔道具が揃ってる。ああ、授業にいないことも多いけど何をしてるんだか聞いてもはぐらかされる。燃料さすがと言っておこうか、エスタロッサ。我らが恩寵をもって、君ごときがこの僕に触れられるとでも思うかい。僕には魔人とじゃれ合う趣味はないんだ。よっぽど梵天と一緒が嫌なんだな。ま、俺としては仲間が増えて大歓迎だけど、今頭に浮かんだのってアシュラのこと。任せときなって。なんたって俺の名前はあまねく賢いって書いて普賢菩薩だよ。よろしゅう。もちろん。っていうかすまん竹笠、俺がもっと稼いどったら。大切にしよう、この子を一生。いやいや、それがさ、聞いてくれよ俺の話をさ、スバル。旅先で財布すられてなんとか帰国したと思ったら、マンションの上の階でぼや騒ぎがあったとかで俺の部屋水浸しになってんの。買ってんのか、スバルが。バカみたいに本しか興味のないお前が。ロギでいいよ暁古城。僕たちの先生狙撃手が君たちを狙ってる。流れ弾が無関係な人に当たらないといいんだけど。すぐにわかるよ、大したおもてなしはできないから期待しないで。勝手なことを。そう、スバル君がそんな風に言うなんて珍しいよ。すっごい褒め言葉だと思うけどな。僕ら子供の頃からここのマフィンがお気に入りでね、
時々こうやって買いに来てるんだ。兄弟だからマフィンが好きなこともチョコ味が大好きだってことも知ってるわけ。多分な。落ち着けよ。意外と度胸ないなあんた。何もないぞ。どこだニャンタ。今日で俺の孤独な訓練も終わり、遊びの時間はここまでだ。来週俺は入隊する。真のレンジャーを。